お、山田、この後耳の不自由なお客様来るから頼んだぞ。昔よく来てた佐々木さんですよね。お、そうだよ。よく覚えてんな。このご時世になってから来てなかったですよね。いろいろあったんだろうな。とにかく頼んだぞ。はい。佐々木さん、お久しぶりです。確か佐々木さんって、少しは耳聞こえたよな。筆談にしなくてもいいよな。お待ちしておりました。本日なんですけども、台風の影響で静岡行きが浜松行きに変更しておりますので、浜松で隣のホームで乗り換えて静岡まで行ってくださいね。お手洗いなどは大丈夫ですか？じゃあホーム行きますか。切符はあらかじめ車掌さんに渡しておきますね。お帰りの際は静岡駅にご連絡をお願いしますね。佐々木さん、どうしたんですか？山田、何があったんだ？佐々木さんが急にしゃがみ込んじゃって。佐々木さん、お、山田、なんで筆談で対応してねえんだ？え、佐々木さんって少し耳が聞こえてたはずですよね。聞こえないんだよ。だって前は普通に。マスクだよ。今まではマスクなんてなかっただろ。だから佐々木さんは俺たちの口の動きや表情を読み取って会話を理解してくれてたんだよ。え？お前は当たり前に聞こえてると思ってたのかもしれないけど、佐々木さんはたくさんの努力をしてたんだよ。佐々木さん、マスクが当たり前になった今、佐々木さんは不安でいっぱいなんだよ。だから共に寄り添って乗り越えていかなきゃダメなんだよ。佐々木さん、ごめんなさい。それじゃ伝わんないだろ。あ、佐々木さん、お久しぶりです。佐々木さん、お久しぶり。佐々木さん、お久しぶりです。マスクが当たり前になった今、